皆さんこんばんは、えななです。と今日は最近100均で可愛い折り紙が続々と出てくるので、ちょっと形にして残したいなと思って、簡単にお裾分けファイルを作っていこうかなと思います。土台は画用紙、どのタイプの大きさでも大丈夫です。私はちょっと今回はこちらのタイプを使っていこうかなと思うんですけど、若干これ普通のこの10枚入りとかで売られているダイソーさんとかのものよりも少し小さいんですけど、大きさはそこまで関係ないです。折っていくタイプのやり方で作っていくので、よければ皆さんも折り紙を大量に消費しながらお裾分けファイルを一緒に作っていけたら嬉しいです。準備するものは画用紙と折り紙、こちらを使っていきたいと思います。まずは半分に折ります。でこの時にしっかりと折れ線をつけておいた方が後々いいと思います。で一回半分半分で折ってください。で長い方をまた半分に折ります。でこんな感じで8等分にします。でそしたらここですね、ここ真ん中の2個分までをカットします。でこうなってると思うんですけど、これでもう土台なんです。ただこのやり方でやるとこうずれたりとか、中の方がページが出てきたりとかっていうことになるんですよね。私だけかもしれないんですけど、ちょっとそれをどうにかできないかなと思って思いついたのが、今ここ1本ここ引いてるんですけど、ここにもまっすぐ切り込みを入れます。L みたいな感じ。そして先ほどと同じようにこうするんですけど、イメージ的に分かるように、どうしたら伝わりやすいのか、ですね、ここを袋状にしないのであればここ貼り付けていいんですけど、どうせなら貼り付けたいので、ここの部分、こことここ
L 型に両面テープあります。これが表紙です。で、今こうなったらここがついたので、次はこの面一番右側を一番右側は反対にして、上と真ん中のとこですね、そこに両面テープを貼ります。で、合わせて貼ります。一個ずつやっていった方が多分分かりやすいかなと思うので、で、次ここをくっつけたいので、この L に両面テープを貼ります。で、本来だったらこのはずなんです。でもこれだとこんな感じになっちゃうんです。ここに切り込みを入れることによって反対に回して、これを最後のページにすれば綺麗に収まるようになります。もしくはこれを蓋みたいな感じでしてもいいかなと思います。ここはもう好きなようにしていただいて、こっち向きだとすごくすんなりいくんですよね。このまま最後にこう、ここで自由が利くの で、私はこれを表紙にして、このままの折れてる状態で最後のページにしようと思うので、このままこことここに両面テープをつけます。こっちに向けてこうした方が綺麗にしたら、すごく収まりが綺麗になるんです。で、これを土台として、あとは折り紙を好きなように貼っていくだけです。あとは、1,2,3,4 ページなんで、折り紙ってだいたい4種類とかが多いので、こんな感じで爽やかに
パンツっぽいものを選んだんですけど、同じようにカットしていて、これだけでもう土台の完成です。あとはページをポケットをつけていくだけなんですけど、表紙にも上からのポケット、これは横から、ここも上から、ここも横からといった感じで、すでにポケットは4つあるので、結構内容的にはいいかなと。でポケットはまあシンプルに、先ほどの余ったものを使ってもいいんですけど、この縦向きがあるやつだったらちょっと使えないんですけど、こんな感じでこれを使っても、こんな感じでもう簡単にすぐにお裾分けファイルの出来上がりです。これなら初心者の方は取り組みやすいタイプかなと思って、もう最初の切り込み、あれが肝心で、これじゃなくてもいいんですけど、こんな感じで背表紙をつけてもいいですし、あとは好きなようにコラージュをしていくっていう感じで、これをバーって、切れ端がたまったりとかしてもやっても作っておいて、誰かに何かプレゼントとかっていう時にコラージュをしながら物を入れていったりとかしてもいいかなと。でこういうので余りのやつで蓋をつけたりとかしても可愛いし、こう横からのものだったらここにポケットがあるんで、このサイズに入る袋、ラ袋にしようかな、
こんな感じで汚れてしまったら、応急処置で感じで、余った切れ端とかで袋を準備して、このポケット入れるよとか、そういった感じでも作っていけるかなと思います。で、こういった縦のタイプの時たら長さが足りないとかだったら、こんな感じで合わせてあげて作っていく。
なんか何も考えてなかったんですけど、メロン色に なりました、ね、こんな感じで余ったので、こうやって封筒もできるので、こんな感じで入れて、これを引っ掛けてもいいのかなと思います。で取り出す。もちろんこのまま普通に袋として、そのまま中にこのままこうやって直してもいいかなと。こういったやり方もあるので、こんな感じで簡単に折り紙でファイル作りができるので、ぜひやってみてください。なんか新作が出るたびにこういろいろ作ってみるっていうのもいいかもしれないですね。それでは今日はこの辺で、バイバーイ。